はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は久々にね、買ってみました。Amazon でね、こちら、ヘンドリックスジン。ということで、ジンでございます。結構ね、見た感じでかいです、これ、ほら。これぐらいのでかさ。結構でかい。思った以上にでかい。アルコール度数が 44% で、容量が 700ml。原産国がイギリスのスコットランド。輸入、これはいいか。ということでございます。ヘンドリックス人。こちらはアマゾンで買ったんですけど、3666円でした。はい。ヘンドリックス人ね。ヘンドリックス人はと、これずーっと飲みたかったんですよね。うん。ちょっと値段高いなと思いつつ、飲みてーなーと思ってね、買いました。こちらですね、ヘンドリックスジンはかなり、見た目がめっちゃかっこいいんですけど、これ確かね、おぉ、コルク栓です。高級のお酒の特有の、ね、コルク。ヘンドリックスジンがですね、あ、44度は、昔は41度だったみたいなのかわかんない。あ、いいか。こちらは、ヘンドリックス人。キュウリとバラの花びらの香りの変わり種人と書いてあります。こちらなんかね、ジュニパーベリーとかもまあ含まれてるんだけど、その蒸留するときに、あれらしいですね。キュウリを、入れてるらしいんだよね。蒸留のときにね。ということで、乾杯。うわ、きっつ。アルコール度数44度なだけあってきついわ。匂いがここから、ここに鼻をスーって吸い込むだけで。きつい。まあなんか、うん。なんか、普通のジンとはちょっと違う。もうかなりアルコールの感じと鼻が痛いです。あ、ああ、あ、バラの香りだ。キュウリ、あ、確かにキュウリも感じる。なんかああ。うん、きつい。結構きつめの、あれですね。口当たりがすごいきつい。うん。香りがね。これはあれだ。バラです。あ、鼻に抜けていく感じの、時に香るんだけど。うん。まあ、それとかもどうでもいいんだけど、キュウリのね、香りがそんなにしないです。うん。まあ、すると言われればするんだけど、割とジンって似たような味がしたりするからね。うん。口に含んだ感じとしては結構、辛いですね。非常に辛い。喉にダイレクトに結構来る。うん。グレーフィディックのグランズ社の作るプレミアムジン。華やかでフローラルな柑橘系の香りが心地よく、滑らかな喉越し。ジュニッパーの香りとレモンピールの苦味がある香りが口中に広がり、余韻が長いのが特徴です。スコットランドで蒸留からボトリングまでを行っている伝統的なジンでありながら、
ヘンドリックス人の華やかでフローラルな香りの秘密、それは他にはない、キュウリとバラの花びらの香り。風味のトッピングとしてキュウリやバラの花びらを厳選し取り入れたところ、ウォールストリートジャーナルの、紙面上で世界のベストジンの一つに選ばれたという、変わり種でありながら王道と最先端を行くジンに仕上げられています。大ぶりのロックグラスに、レモンやライムを絞ったり、キュウリのスライスを浮かべると、これが不思議にいけます。味わいには、キュウリらしい青臭さはほとんどありませんが、スッキリと綺麗ながらも、上品な香りと味わいが長く楽しめるおすすめのプレミアムジンです。そうですね、結構、ちょっと臭いっていうか、臭くもないんだけど、確かに臭いかなと言われれば臭い。ほんのり臭いですね。まあでもまあ、別にそんなにまずくはない。ただ、ヘンドリックスジンを 50cc と、キュウリのスライスを2個、そして、レモンジュースの2ダッシュとトニックウォーターで、ヘンドリックストニックらしいですね。あえてキュウリを入れると。なるほどね。まあ、いわゆる俺が以前飲みました、キュウリの、焼酎のキュウリ割りみたいなやつ。あ、意外とうまいですからね、キュウリ割りって。本当にキュウリのね、中でキュウリ、焼酎とキュウリ入れて炭酸で割るとすげえうめえんだ。これはマジっすね。確かに、キュウリスライスした時に、香りっていうのが結構あるかなっていうのはあるんだけど。ちょっと癖があるね。ヘンドリックストニック。これちなみに、これ飲める店があるみたいですね。まあ飲める店なんて腐るほどあるか。まああるとは思うんですけど。他にもなんか、ヘンドリックスジンを使った、なんかカクテルとか、なんかサイトに載ってますね。まあちょっと、ジンにしては結構臭めの、臭いですね。ちょっと臭いかなっていう感じの、キュウリ。まあキュウリとバラ。まあなかなかあれですね。珍しい。組み合わせって感じでしょうか。まずくはないんだけどね。これうまいかって言われるとね、さあって。別に値段3600円でしょ。これ、買う価値あるかっつうと、なんか微妙なとこだよね。まあ、アルコール度数も、まあ44度って高めですから。高めで結構口当たりもかなり辛いです。ていうか喉に通るときにすげえカーってなるね。コク、甘みはまあ普通ぐらいだな。香りはまあ、
まあ、ある。じゃあ、ある。まあ、買う価値あるかって言われると、まあ、わからんっていう。2343です。ご視聴ありがとうございました。